どうもこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回はおそらく一部の人しか気づいていない、ドラクエ4の独特な仕様や設定についてみんなと一緒に見ていきたいと思っている。これに関しては個人的にも一つあって、それで事故ったことがあるから後で私も発表していい？ああもちろんオッケーだ。今回は攻略において重要な情報というわけではないが、知っていたらもしかしたらつぶれるようなものもあるかもしれないので、ドラクエファンはぜひ楽しんでいってくれなんだぜ。私はドラクエ大好きだけど詳しい知識があるわけじゃないから、つぶれるかもしれないネタだったら見逃せないわね。みんなが知らなかったようなネタは果たして出てくるか。それじゃあ早速スタートなんだぜ。まずは戦闘局やフィールド局についてだが、霊夢はドラクエ4で何か好きな戦闘局やフィールド局なんかはあるかな？好きな曲はいろいろあるけど、フィールド曲だとトルネコ編で流れる曲がまさにトルネコっぽい感じで好きだし、不思議のダンジョンとかドラクエビルダーズなんかでも流れてて結構馴染みがあるなぁ。確かにトルネコの曲は不思議のダンジョンでとてつもない時間聞くことになるしな。あと戦闘曲はいつもの通常戦闘曲ももちろんいいんだけど、やっぱりミネアマーニャ編のジプシーダンスはかっこよくて大好きね。ジプシーダンスはもともとマーニャのテーマ曲としてのみ作られていたんだが、これが完成した時にそのあまりのクオリティに、戦闘曲に使おうとなったのがきっかけで4章の戦闘曲がジプシーダンスになったらしいな。それで5章でまた普段の戦闘曲に戻るんだけど、5章のバルザック戦でまた戦闘曲がジプシーダンスに戻るのが、最高にテンションが上がったわね。霊夢は本当にジプシーダンスが好きなんだな。大好き。でも5章ではそのバルザック戦でしか聞けないのが残念なのよね。いや、5章でも戦闘曲をジプシーダンスに変えることはできるぞ。え、そうだっけ？そんな設定どこかにあったっけ？これは設定などで変えるのではなく、パーティーの戦闘をマーニャとミネアにすればいいんだ。そうなの？これが実際の画面だ。どれどれ？ほんとだ、ジプシーダンスが流れてきた。めっちゃテンション上がる。霊夢と同じように5章でメンバーの戦闘をマーニャとミネアにした人は、おそらく圧倒的少数だろうから、この仕様を知らなかった人も少なくないんじゃないだろうか。全く知りませんでした。ついでに言うと戦闘キャラを変えるとフィールド曲も変わるので、戦闘をトルネコにすれば霊夢の好きなトルネコのフィールド曲で冒険もできるぞ。戦闘キャラによってフィールド曲が変わるって方は知ってたけど、改めてやっぱりいろんなキャラの曲を聴きながら冒険するのっていいなぁ。みんなはドラクエ4で好きな曲なんかはあるかな？続いては逃げるに関してだが、これは PS 版ではかなり特殊な仕様になっている。そうなの？仕様も何も逃げるは逃げるな気がするんだけど、じゃあ霊夢は敵から逃げたい場合、どのような行動をすることが多い？どのような行動って、普通に逃げるコマンドを選択するだけでしょ？その逃げるコマンドだが、最初の戦うや作戦が表示されている画面での逃げるコマンドか、それともキャラ個別の選択画面での逃げるコマンドか、どちらを使おうか。ああ、そういうことか。そういえば PS 版のドラクエ4にはキャラ個別の画面にも逃げるコマンドがあったわね。今まで全然意識してなかったけど、これって全員が個別に逃げるコマンドを選択したら、1ターンで4回逃げる行動ができるってこと？そういうことだ。じゃあ絶対に全員に個別に逃げるコマンドを選ばせた方がいいじゃない？だが実際はそんなシンプルな話でもない。え、違うの？まず最初の画面に出てくる逃げるコマンド。便宜上今回は全体逃げと呼ばせてもらうが、こちらは逃げるを行った回数によって成功率が変動していくようになっており、1回目2回目はともに 50%、3回目で 75% に上がり、4回目で確実に逃げられるようになっているんだ。なるほど、いつかは絶対に逃げられるということね。その一方で個別逃げは確率が変動せず、その成功率は常に 25%。当然一度で逃げられることもあるが延々と逃げられない場合もある。ということは結局どっちがいいんだ？今回動画を作るにあたってどちらがいいか1章から5章の途中まで、逃げ中心の低レベルプレイを行って検証してみたが、私の結論だと状況に応じて使い分けるのがいいとなった。明確にどっちの方がいいみたいな場面があるわけね。まず1章から4章までの少数メンバーでの冒険期間、パーティーメンバーが少なければ単純に個別逃げの試行回数も減ってしまうので、全体逃げの方が圧倒的に確実に逃げられる。個別逃げは4人揃わないと進化を発揮しないものね。じゃあパーティーが4人揃ったら個別逃げの方がいいのではと思いそうだが、案外そうでもない。え、そうなの？1人 25% とはいえ4回逃げれた方が確実なんじゃないの？確かに 25% を4回の方が、
全体逃げの 50% より逃げられる確率自体は高くなるが、問題は逃げるが発生するタイミング。逃げるが発生するタイミングというと、全体逃げは敵の行動よりも先に必ずこちら側の逃げるが発生するんだが、個別逃げは各キャラクターに行動が回ってきたタイミングで逃げが発生するんだ。ということは実際に逃げるまでに敵の攻撃を受けたりするのか、そういうことなんだ。そのため敵がザラキを使ってくるとか眠り系の攻撃を使ってくるとかだと、行動が回ってくる前に戦闘不能などになってしまっており、個別逃げではどんどん自利品になってしまった。なるほど、敵の行動パターンによってもどの逃げが有効かとかが出てくるのか。なのでそういった雑器系や行動を封じてくる攻撃をしてくる敵に個別逃げは微妙で、必ず先手を取れる全体逃げがベター。じゃあ個別逃げが生きる場面は？例えば一人だけ HP が低く敵の全体攻撃を耐えられない場合などは、1ターンの逃げミスでも貧弱なキャラはやられてしまう可能性があるよな。そうね、全体攻撃以外でも HP の低いキャラがたまたま集中攻撃を受けることもあるし、そんな場合は HP の低いキャラは防御、そして他の3人で個別逃げをすれば、ザオラルなどを習得していない場面でも比較的安全に逃げることができた。そっか、個別逃げの場合は何も全員が逃げるを選ぶ必要はないのか。この仕様に関しては PS 版独自のかなりマニアックなものかもしれないが、実際に色々試しながら低レベルで進めてみたら結構楽しかったので、もし興味がある人は参考にしてみてくれなんだぜ。まさか逃げる一つでここまで奥深いシリーズがあるとは思わなかった。霊夢はドラクエ4のビビアンというキャラを覚えているか？ビビアンは確か武術大会でアリーナと戦ったキャラよね。キャラクターデザインも可愛かったし、他のシリーズでもちょいちょいビビアンっていうキャラが出てきてたから印象に残ってるわね。そんな一部で人気キャラのビビアン、コアなドラクエファンにとっては有名なネタかもしれないが、知らない人にとっては結構衝撃的な事実が隠されていたりもする。え、なになに？私知らないんだけど。そのヒントは武術大会の優勝賞品だ。確か優勝するとその国のお姫様と結婚できるとかだったっけ？そうなんだ。だが後にそのことを後悔した王様だが今更その約束を反故にすることもできない。それで女性であるアリーナが出場して優勝すれば、結婚することはできないからそれでどうだみたいな話になるのよね。というわけで女性ながらに特別な事情で出場したアリーナ。しかしそんな事情がないビビアンも出場しているというのは、何か違和感がないか。確かに言われてみれば、もしかしてビビアンも王様に、女性で優勝してくれって頼まれたのか？その答えは5章のこのイベントにある。うっふ、旅の人は私とパフパフする？この人物はビビアンちゃんか？キャハハ冗談よ、こう見えても私男だもん。なんだ女装した違う人か。やーん、アリーナ姫じゃない。武術大会でのあなたとっても素敵だったわよ。いややっぱりビビアンか。え、ってことはビビアンの性別って？正真正銘の男だ。じゃあビビアンはあんなに可愛い見た目だけど、中身は男で、お姫様との結婚を狙ってたってこと？いや、そこがまた違う。え、違うの？ビビアンに移民の街の情報を与えると続けてこんな会話が聞けるんだ。ま、それどこよ、むさ苦しくて荒々しい男がいっぱいいるんでしょうね。え、じゃあビビアンが好きなのは結局男ってこと？そういうことなんだ。じゃあ結局なんであの武術大会に出場してたか意味がわかんないんだけど、どうやら屈強な男たちやキサロなんかを見たかったということらしい。そういうことか。ちなみに先ほどビビアンに紹介した移民の街、どのタイプのキャラを紹介するかによって街の形態が変わるんだが、女性中心のレディースタウンを作りたい場合も、ビビアンはシステム上は女性なので全く問題ない。システム上は女性で、中身は男性で、見た目は女性で、好きな相手は男性で、なんかもう紛らわしいな。でもこういうキャラってやたら前向きで、なんか不思議と元気が出るよな。確かにそれはある。ちなみに最初に霊夢が言った他のシリーズにも出ているという話。例えば最新作のドラクエ11なんかでも、まさに武術大会のような場面で戦うことになるんだが、こちらでは見た目通り女性キャラのようだ。ビビアンは作品によって性別が違うとかもあるのか？ドラクエ7から実装されることになった画面の回転機能。これは初めて体験した時は結構衝撃だったわね。回転しないと見えない建物の裏側とかにもいろんなものがあるって。実はこれ、我々が思っている以上にかなり複雑な処理がされているらしいんだ。確かに今冷静に見てみると角度によってはちょっと建物の線が歪んで見えたり、結構負担がかかるような処理を頑張ってしてるのかなって感じね。そして驚くべきことに、同じマップの同じ距離を移動する際においては、そのまま水平方向に移動してマップの外に移動するよりも、画面を90度回転
転させて垂直方向に移動した方が、なぜか早く外まで移動することができるんだ。そんな仕様になってたの？でもなんでそんなことになってるんだ？縦方向の方が早く外に出れるというのは、縦の方がキャラの歩くスピードが速いか、もしくは縦になるとマップが縮小されてるのか、どちらかしかないだろうが、いずれにしてもそういった現象を気づかない程度にうまく処理している。そのかすかなほころびが、霊夢が言った玉に線が歪んで見えるということなのかもしれないな。なんかこういう挑戦や修正を繰り返してゲームが進化していったんだって感じると、昔のゲームの頑張りを改めて感じるし、最新のゲームの快適さが当たり前のことじゃないって改めて感謝の気持ちが生まれてくるわね。そういう気持ちになるのはとてもいいことだな。これは今回のリメイク版をプレイしてて、個人的に初めて知ってびっくりしたことなんだけど、ドラクエ4のメガザルって馬車で待機してるメンバーに効果がないのね。ああ、確かにそうだな。メガザルは術者の命と引き換えにそれ以外のメンバーを全回復という効果だが、ファミコン版のドラクエ4では、ミネアの AI がメガザルを使ってくれるケースはかなり限られていて見たことがなかったり、ドラクエ5以降では馬車で待機しているメンバーにも効果が及ぶのが主流となったため、リメイク版で初めてドラクエ4のメガザルを使ってびっくりした人もいたかもしれないな。そうそう、まさにファミコン版ではメガザルを一回も見たことがなくて、リメイク版の裏ボスと戦ってて、めちゃくちゃ強くてメンバーを入れ替えながらもどんどんメンバーが削られて、最後に騎士改正でミネアを出してメガザルを放ったら、全然何にも騎士改正にならなくてびっくりしたわよ。そんなわけで今回はドラクエ4の独特な仕様について見ていったが、みんなは全部知っていたかな？ビビアンが作品によって性別が違うのはまさかの事実だった。それじゃあまた別の動画で会おうなんだぜ。またねー。